ネット史上最大の事件、知ってます？ウィニーという映画があって、私ウィニー事件っていうのがあった。本当の話、ファイル共有ソフトのウィニーの開発者が逮捕された。なぜ逮捕されたか。ウィニー利用者が無断でゲーム、映画、音楽、これらを違法アップロードしまくった。だから著作権が脅かされて、これだけ聞くとまあ逮捕妥当じゃないと思うかもしれないですけど、でもね、劇中でも言われてる例え話、ここに金属製のフォークがあります。飯食うための道具、これで人を刺した場合誰が捕まる。刺した人ですよね。フォークを作った人じゃない。つまり道具が悪いのではなく、それを悪用した人が悪いですよね。ウィニーも一緒で、これ自体は当時としては素晴らしい画期的な技術です。なのにその開発者を捕まえた。日本という国にたくさんの影響をもたらしたかもしれない一人の天才技術者を潰した可能性がある。おい、そこんとこどうなんだい、筋肉。手の問う作品、簡単に結論が出せる話ではなく、物事は一方向から見てもダメですよね。見た人がだからそれぞれの立場で思考をする、これが一番大事かなと。とても面白い映画なので、ぜひ見ていろいろ考えてみてください。